高校の反対が、なんと佐渡中等教育学校、はい、余裕です。誰もおりません。帰ったんだか。その隣、大阪市にある女学院、去年のじゃがな、今年第16回うち12回出場しとる常連校です。すげえな。その隣が埼玉熊谷女子、広島県立沼田高等学校、隣が熊谷西、熊谷女子と熊谷西、埼玉、強豪です。岩手、次が岩手、こっちも帰っておらんな。平田って高等学校の人だから、一番端っこが福井、福島高等学校、12回、16回の出場率もすごいわな。今日は暑い。最高気温20度近くあったみたいで、かなりなってもあったけです。暖房も入ってるしね。1日目の夜、皆さん修学旅行だかなんかそんな気分で楽しんどるけど、明日の今頃になるとみんなも疲れきって、話し声もせんとで黙々と、なんだほっとるかと思います。で、疲れた人はその場で仮眠を取ったりしてやっとるわけですわ。そんな姿が明日は見られることと思います。日昼夜かけて版画を彫ると、題材探しから仕上げまで1枚の版画を彫るのに日昼夜かけて、制限時間は、まあ、夜の制限時間は何にもなしで、今日は何時までみんなやるのか楽しみです。スタッフをちょっと映してみますか。スタッフも生徒が帰るっていうまでこうやって車を待機して待っとるわけですわ。大変だ、仕事もあるだろうな。心残った。子供たちの様子はちょっと映しませんが、このぐらいにしておきましょう。版画甲子園、新潟県佐渡島愛川町民体育館からでした。